郎のり平の大人の幼稚園。この番組はマネープランの大井証券がお送りいたします。勘九郎先生おはようございます。今日はね、もう最終記念日ですね。あ、そうですね。で、今まで4月からやってて、今までやって今日までで、今日でおしまいですね。この、でも来年からしますよ。またしますか、今度は大人の小学校かなんかにしましょうか。代変わった方がいいですよ。そうですか、だから幼稚園が、だからその次学校でしょ。違う、あの大人の、あの大人のね、大人の1年生。大人の1年生。それから今度は終わっ、それが終わったら、この大人の2年生。あ、そうですね。それから3年生、4年生。すぐに。全然。ね、それで、もう、聖書をあげます。もう、あなたはもうこれで終わりでしょ、次の人でしょ。幼稚園卒業したわけですね。で、今度は1年生になるわけです。あの、大きいおくでしょ、あなたは。ちっちゃいおくが今度入ってくるんですよ。ああ、なるほど。元幼稚園にね。この前さ、動物園に行ったでしょ。それで、あの、ほら、動物園の、ほら、あれ、ほら、なんていうのかしら、あの人、ほら、あの、ゾウさんね。ゾウさんのお菓子、食べさせようと思ったでしょ。あんなことありましたね。それから、ほら、あの、ブンがさ、オットセイ見たらさ、オットオットってなくなっちゃった。それで、この前、馬のお話したでしょ。馬の話もありましたね。それから、お芝居のお話、蛇のお話。蛇がたくさんしましたね。軽井沢、浅間山の噴火のお話、ピラミッドのお話。どれが一番面白かったっけ？それが面白いのありましたね。何よ。馬の話が一番馬はどうして立って寝るかって、あれが面白かったじゃないですか。そうですね、ずいぶんしましたね、でも、もう今日でおしまいなんてもうたまんないですね、でもまた来年から本当やればいいですからね。それでミサと会えなくても、会えることもあるし、そうですね、一緒に、なんかテレビかなんか出る時もあるでしょ、ね、ね。だけど、聞いてる人、聴取者のさ、皆さん、今まで聞いてくれたんです、この幼稚園をね。そう。その人にご挨拶してください。はい。誰と誰と？聞いてた人たちに。皆さん、中でもね、お手紙をくれた人で、日本放送に、ほら、石川みどりさん？みどりさん、なんだっけ？なんて言うんですかね、忘れちゃったんですけどね。みどりさん、どうもありがとう。おはがきどうもありがとうございました。そうでした。じゃあ、全国の皆さん。どうも。それじゃあ、さようなら。さようなら。さようなら。